はい、もうです、こんにちは、えー。皆さん、チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ということでね、あの、なんか最近やつれましたかってよくね、この YouTube 見てる方が言われてですね、顔は細くなったんですけどね、体重4キロ増えてるんですよね。よくわかんないなって思いながら、なんかむくんでるんですかね。よくわかんないですけどね。ということで今日お話をしていきたいのは、えー、竹中平蔵さんが言っている、えー、ベーシックインカムって何よっていう話でございますね。あの、最初にこう結論から申し上げるとですね、 よくわかんない議論です、あれ。あの、なんていうのかな、こう、いろいろあの私、みんなの介護とかで,ですね、あと社会保障系のいろんなそのね、介護とか調査とかいろんなところでご視察ていただくことが多いわけですけれども、もちろん、竹中さんがね、えー、なんか具体的にあれせえ、これせえっていうことはもうほとんどないんですけれども、ただまあね、それ用の会議資料とかですね、もしくは調査会みたいなのものあるとですね、まあ、足げく行ってですね、あのまあねあの、いわゆるその地方自治体から出てくるそのデータとか、まあ、いわゆる高齢化率の問題とか、その社会福祉法人さんがどうだとか、もしくはその介護関連の、ね あの施設がどうだ、もしくはその外国人が、ね、日本に来られるときどうだみたいな、そういうことをいろいろなところからこう調査をしてです、ね、今、世の中こうなってますよみたいな話をするときにです、ね、どうしてもこう、ね、下げては通れないのは、やっぱりその日本の,その保険制度、もしくは年金制度、まあ、このあたりのいわゆる社会保障の根幹になっているもの、まあ、このあたりをですねどういうふうに改革していくのかみたいなところがものすごく重要になってくるわけですよ。 何、まあ、て言うのかなこう乱暴な言い方をするとですねこうすごくその日本の,その社会保障制度ってよくできてるんですよ。 あのまあ、我々からするとそのマクロスライドは2006年頃にまあまに導入されてです、ねまあ、年金はその非常に盤石な状態でまあ運営されているとで、まあ、そこの中で,です、ね、その国民皆保険制度、まあ、これはその医療提供体制という別の問題があるわけなんですけれどもこれはその日本医師会であるとかもしくはそのまあいわゆる 4, 4医協ですよね、えー、まあ4病協も含めてですけどもこの辺りが結,結構皆さん頑張ってです、ね、日本の医療体制をまあ維持してきたとでこういったそのある意味その日本の,その、ね、社会保障の仕組みをま 制度上をしっかりと作ってそれを回すための組織、まあ、お医者さんもそうだし社会福祉法人もそうだしそれ以外の、ね、ヘルパーさんの団体とかもしくはその、まあ、あの薬局さんとかいろんなところも含めて結構パシッとこうピーズがはまっていて、まあ、なかなかその改革といってもです、ね、何かを1個外すとそのたりそ,それ以外のとかバラバラっとこう崩れてしまうみたいなそういういような状況でただそうは言ってもです、ねまあ、お医者さんを一、ねえーまあ、人育てるのは非常に高いコストがかかるわけですから、まあ、これをその今年間1万人弱をです、ねえー、毎年その、ね、こうお医者さんとして育成してやってるわけですから 今子どもの数が84万になりそうだっていう話になるとですね84人に1人お医者さんになっちゃうんですね100人に1人以上がお医者さんになっちゃうそういう世界になるわけですよ。まあ今そのまあ何て言うかなこう中堅のね都市の小学校のクラスが2クラスあって、まあ、50人近く50人近くもしくは30人が3クラスみたいなのあるとそのうちのまあ ああもうね一、えー、人ぐらいいいはもうううお医者さんになっちゃうという時代ででございますよねでそれってまあある意味そのお医者さんをその育てるコストってうとやっぱり億単位のお金がね国から出ていくことになるんですよもちろんその私立,私立の医学部以下をすると、まあ、3,000万4,000万かかるのは当たり前だよねでなんでそんなお金をかけてまでお医者さん作るかっていうとまさにその社会保障をどうにかしようって話でございますのでその社会保障の根幹のところでその医療提供体制だったりとかその保険制度であったりとか年金制度みたいなものが多少そのねうこう時代とともにこう古びていった時にこう 改革をするぞってこう簡単に言われるとですね、じゃああれはどうなの、これはどうなのってことをその全部考えなさなきゃい,けないなっていう点で言うと、まあ、途方もない作業が必要だっていうことを考えるとですね、今この段階で手を作るべきなのかってことはどうしても議論になるわけですよ。そこで出てきたのはその竹中平蔵さんでございますね。まあいろいろね、こうネット界でも、えー、まあ世間的にもその決して評判のカンバスくない方ではあるんですけれども、もうある意味で言うとその慶応義塾大学元教授で最後はそのおまああのパソナというパソナグループの今会長かな。 あのステークホルダーとしてやられているところがあるわけなんですけれども、えー、要はその、まあ、あなた方の商売のためにそういうその社会保障制度をいじろうっていうような話をしてるんじゃないですかみたいなことを言う人ってどうしても出てくるわけなんですよ。まあ、実際その まあね、あのパソナもその非常に薄い利益で頑張ってる会社ではあるんですけれどもあの、まあ、何なのかっていうとその地方の、ね、公務員をこうガッと減らしてそれ当然一、ね、人当たりの公務員の仕事がそのバーンと増えるわけじゃないですかで増えすぎると大変なので外にこう、ね、あ民間委託しましょうってなってくるとその受け皿をしるのはパソナだみたいな話になってるんですね要はその地方自治体の改革をそのやろうとかもしくは今回みたいな社会保障の改革をやろうっていうと要はパソナさんが受け皿になりたいからそういう話してるんじゃないですかっていう話になるわけですよ。 もちろんあのい,いろいろ邪水しようと思うといくらでもそのパソナに関しては邪水できる会社なので、えーまあ、パソナスタッフさんだとか他のこうね人材絡みの会社さんも特にそうですしあとこちら側の,、ねそのまあ、今回あの、まあ、このあ後お話をしますけれどもそのお、まあ、生活保護。 あのこの辺りであの、まあ、新しく仕事を求められる人で,人であればその仕事を求めていきましょうねと言って、えー、再就職を、まあ、する仕組みを持っていたりとかもしくは再訓練をするってなってくると、まあ、そこのお客さんに「パスのはどうですか?」みたいな話になると「そマッチポンプやんけ」っていうね。 そういう話やっぱなるわけですよ。で、そこで出てきたのそのベーシックインカム論みたいなものをその竹中平蔵さんがですね、まあ、テレビでお話になられてですね、で、それに対してこう国民はみんなで突っ込むという <laughs> 状況になるわけですよね。で、まあ、あの、まあ言うたらですね、その竹中平蔵さんの言うベーシックインカムってベーシックインカムじゃないので、あの、まあある意味ですね、そのまあ、なんていうの、その国からこうね、 えー、国民に対して小口資金を貸し付けるような仕組みのことを、まあ、竹永さんの考えているような雰囲気なんですよ。要はベーシックインカムっていうのはそのベタッとねあのお金を配りますでそれで生活してくださいっていうような社会実験の一つでそれこそそのね北欧であるとかもしくはそのまあ,あの、まあ、事実上のベーシックインカムになっちゃった地域なんてもまああるんですけど、まあ、そういったその社会保障制度が崩壊しかねないようなところもしくはそのいろんな実験をしてもそんなにそうこう問題にならないようなところにですね、まあ、ベーシックインカムみたいなものはこう順次導入されていてですね、まあ 我が国の場合で言うとその国民保険っていうあの、まあ、国民保険自体がですね、あるにその BI にこう変わるものだ、ベーシックインカムに変わるものだというような認識で国際的には評価されているということもあるとですね、実上日本というのはその国民保険自体がその納付とその給付、お金を入れる側とそのお金を出す側ですね、これがその均衡しているという点において、実際のベーシックインカムじゃねえかという話をまあ議論としてあるわけですよ。なので、 竹中さんがそのこれからはベーシックインカムでお金を少く配ってで必要じゃないかとお金を返していただくとでそのお金を払う時にはちゃんとこうマイナンバーでその口座をひも付けてうんぬんいうのはこれはその全然その本来のベーシックインカムとは違う議論なんですよねなので何でこれをベーシックインカムといってですね竹中さんがお話になったのかというのはちょっとにわかにはちょっと理解がしづらいあのこれをもってベーシックインカムだって言われちゃうといやそれって今まで日本,でか日本やその世界で行われてきたベーシックインカムに関する議論と全く違うところで話をされてないですかというような指摘になると思うんですよ でもっと言うとその、それをじゃあ制度,化的制度的にどういうふうになるのかみたいな話になるとです、ね、まあ、ある意味、今、我が国のです、ね、われわれとしてはまあ嬉しくないですけど、国民年金、さ、え、ら、ー、に国民保険、この2つの仕組みは、ね、まあ、事実上のこう BI であると、でしかもそのあの国庫負担型の BI だっていうのもあってです、ねえー、もちろんその、ねえー、保険料としてお金を払ってるんだけども、それにこう足りない部分は国補填をしてです、ね、それでその事実上のこう、まあね、国民皆保険がまず成り立って、で収入に関してはその、えー、国民年金が成り立って。で でに言うとその生活保護みたいなそのセーフティーネットみたいなものできてとていうような形でえ我が国の,その、まあ、社会保障制度というのは構成されているので、まあ、これは非常に堅牢によくできているわけですよ。でそれをやめて えー、じゃあ、その、ま、還付可能な、還付可能っていうか、その、あの、お金をね、国が国民に払ってみて、一定の割合でうまくいくようだったらお金返してくれるとこれ、小口元気の貸し付けに近いのでその、そういうような立て付けじゃなくてですね、ちゃんとした b アをやるんだってなると、これらの制度を全部、こう、誤破産にしてやり直さなきゃいけないっていう点で、まあ、非常に、こう、現実味が薄いんじゃないのかなというふうに思うわけですよ。なので、ある意味、その、竹中平蔵さんが、ま、菅新政権になった時に、こう、クローズアップされ直してですね、えー、テレビの場で、これからの日本の社会保障はって,言ってお話をなったのは、あくまで問題提起 であるとえー、こういう問題は日本社会には横たわってるんじゃないですかということをまあ言いたいに違いないというふうに思っているわけです我々は。 でなんでそういう話をするかというとですね、まあ、竹中さんが何か言ってもですね、そのまあ、実にしないわけですよね。もちろんいろんなことでこうあのいろんなところのこう、ね、会議にこう来られてですね、いろんなお話をされていくってものすごく影響力もある部分もあるんですけれども、じゃ竹中さんがそうだと言ったからといって、日本の政策の現場がね、ああそうですかと、じゃその通りやりますよというふうになるかというと、まあまあならない。でならないからこそ,そ、日本の、ねえー、まあ経済がなかなかその構造改革ができないのみたいな、そういう批判も一部であるんですけれども、ただそれとしても、じゃこれ今、 まあそのじゃあね、こういうベーシックインカムをね、竹中さんの言うようなやり方をやりましょうってなったら、じゃあ今進めてるね、あの地域包括医療ケアとかですね、まあ、かかりつけ医みたいな問題とかですね、もしくはそのまあ診療に関するそのまあ個人情報保護の仕組みがあって、そこから先のところはそのね、えー、国民の健康状態に応じて、きちんとした医療提供体制ができるようにしましょうみたいな、そういうような座組の話と、さらに年金改革のところですよね。で、年金改革のところでいうと、今までね、支払われているものをそのままその年金にこうやっていくと、じゃあ今、これから、 高齢者になる世代、まあ、まさに私今47歳ですけど私がね例えばその75歳になった時にですねいくらもらえんねんという話になるわけですよで当然さらにこういっぱいそのね保険料を払ったとしてもシーリンがついちゃったりとかで逆にその保険料あまりにも払わないとねあのほとんどビビたる金額しかその,あの年金がもらえないとかっていうような話になるとですねやっぱりその払い損ンみたいなそういう、ね、世代間の不公平感みたいなのがあるのでじゃあ国がどれだけ補填しようかみたいな議論をこれからしようかっていうところでですねこのような話になるとまあどうなんだろうっていうことになるわけですよね 要はその日本って今あの言うたらだんだん貧しくなっていってますと要はマンパワーも減っていって勤労者人口も減って生産性もさほど上がらない状態で高齢者だけは増えていくとで子供も生まれないって話になるとある意味中長期の観点から言うと非常にこう、まあ、悲観的にならざるを得ない部分があるわけですよでこれはその国の歳入や歳出っていうその単純なその年度の会計のところだけじゃなくてで我々がこう40年後にもらうであろうもしくは何十年後にもらうであろう年金の金額自体がばっとめ減りした時にです、ね、じゃあこれはどうやって補填していって 我々は生活できるようにするのかっていうことをまあ目の前でですねこうまあ何て言うんだう 物持ってなのでいわゆる我々段階ジュニアの世代がやっぱり人口のボリュームゾーンになってしかもお一人様も多いってなってくるとですね、まあ、子供もんでない人に年金を払う必要があるのかっていう話、まあ、どうしてもならざるを得ないとでそ,そんな暴論やめろよみたいなことも一部で出るでしょうけれどもでもやっぱりこう今の年金制度っていうのはやっぱりその、まあ、扶養家族があって夫婦でね高齢化したところでその夫婦でもそのあの世帯当たりいくらみたいなところがそのある意味基本的なその生活水準を規定しているもの なってしまっているので、じゃあ、それ以下のお一人様だとか、その、まあ、例えば、その奥さんにな。あ、にと死別してしまった旦那さんとか、かもしくは、旦那さんに先立たれた奥さんとかが。いわゆる、その、まあ、一人で、こうね、年金暮らしをしていかなきゃいけない時に、じゃ。今まで住んでいた八万円の家賃のところ、を引き払って、二万円のところに行くのかい、みたいな話も含めてですね。暮らせなくなっちゃうっていうことに対する、まあ、危機感っていうの、をこれから社会保障って、どうやって、こう判断していくのかって、なるわけですよ。で、もう一個手前で言うと、そのベーシックインカムって言った瞬間に、皆さんこ、こ高齢者の話をするんですけど。でも、本。 来のベーシックインカムっていうのは全ての年代の人たち全ての国民に対して一定のお金を給付しましょうなわけですよ。 でこれっていうのは例えばそのあのあ生まれたおぎゃーといった時から今今その例えばね子供手当みたいなのを出して、えー、例えばその12歳の時までにこうあの支払いが終わるみたいなのもあったりとかもしくはその子供その今まさに議論されたの4人目の子供も12歳以上の子供も含めてやろうみたいな18歳ぐらいまでやろうみたいな話が今いろいろ議論で出てますけどそれはあくまでその年代においてもしくは子育て世帯に対してっていう話になるわけですよでも本来のベーシックインカムっていうのはオギャーと生まれた時からその働いてる時もまあ結婚した後も子も 育んでる時も自分が病気になった時も高齢化した時もべて あのお金が払われるからベーシックインカムなんですよでこういうふうな話になってくるとじゃあその今働いてる人たちはベーシックインカム出さなくていいじゃないかみたいなゃなのでその竹中さんが言っている話ってあくまでセーフティーネットの方だろうと思うんですよ。そのベーシックインカムでお金を払っている下の層にあるベーシックインカムの下にあるセーフティーネットをいかにやるかっていう話なのでそれって生活保護でいいじゃないのって要は人が暮らせないようなね 金額でうんぬんっていう,ような話になったらやはりこう次のセーフティーネットのところで言えばもう完全生活保護の話であろうともしくはそのまあ緊急小口貸し付けの世界の話だろうという話になるわけですよね。なのであのあのテレビで話をしていた竹中さんの話っていうのは正直ベーシックインカムじゃないあのそれは関係ない。なので えー、じゃあ社会保障制度をいじるっていうことをそのま,ま彼がなんかこうね外で言ったとしてじゃあ何を狙いにしてそういうことを言ってるんだろうってことを考えていかなきゃいけないと思うんですよねなんか別の狙いあるんじゃないのって思うわけですよでそれがそのパソナーと結びついてるかどうかそれはまだ分かりませんそれは全く分からないけれどもただ今その目の前のところでですね医療制度改革をやろうとかですねもしくは年金制度改革をやってベーシックインカムやろうみたいなそういうような橋がまあこうボーンって飛び出すこと自体が非常にこう強い違和感を感じるわけですよね、えー、なんかこうね じゃあお前明日その制度設計してみろと言われてブループリント作れるかって言うとまあ無理ですよね。あの 正直その武永さんのないななんですよなのであの、まあ、正直こう、まあ、あの流れを見てですねあのどうも菅義偉政権はですねベーシックインカも試験的に日本で導入するらしいみたいな、まあ、風評がねこう一部でこうね出てそのネットでも大騒ぎしてましたけどまああれは無理だろうと単,単にこう問題提起というかねあの議論するのたき台として竹中さんがテレビで言ったにすぎないんじゃないかというふうに思います。であの、まあ、ちょっとこの辺りあのまあなんていうのかなその伏線というかそのまあ あまあ補助線というかそういうお話をするとですね私自身のまあ経緯でいうと東京行区旧東京行区ですね。 であのまあ、亡くなられた与謝野薫さんという、まあ、非常に在勤で優れた業績を上げた政治家の方と、まあ、非常に親しくさせていただく中でですね竹中平蔵さんの話もありましたとで私自身も慶應義塾の卒業なので竹中さんの講義を、まあ、それこそ10回以上聞いてますし、まあ、もう今覚えてないかもしれないけど、まあ、一応論文もね竹中さんとの下でこう書いたりなんとかするみたいなことでねご一緒させていただいたサブゼンみたいなのもやってましたけれどももちろんそのねあのその当時の話と今のねこう竹中平蔵さんとは ずいぶん趣も違うのかもしれないですけどもただそのやっぱりその与謝野薫さんとその竹中平蔵さんの間での議論っていうのは僕、まあ僕らがするとその、まあ、竹中さんの言いたいことも分かるんだけどもでもやっぱり与謝野さんのようなその、まあ、ある意味その今やらなければならないことを着実にやるようなその経済政策で国民の,その資産を毀損することがないようにちゃんと担保していくんだみたいなそういう議論っては僕はそっちの方が、まあ、当面は正しかろうと思って指示してたという経緯があります。 あの誰がいいとか何がダメとかではなくて単純に政策論として、えーまあ、ちゃんと成立したのはノさのの方だったなというふうに思うんですよね。でもちろんそ,のそれはねある意味緊縮財政をその進めてざるを得ないものだとかもしくはその財政均衡の話になっていくので、まあ、そういった意味で言うと今流行りの MMT だとかですね、まああのまあ、それこそ国債をね 分、えーまあ、制限日銀が引き受けてみたいな、そういう話とはまたちょっと隔絶した時期の話の2000年前半の話なので、まあ、今とその比較するわけには当然いかないわけですけれども、ただその頃からやっぱり竹中さんっていうのは構造改革の中で社会保障の問題っていうのをずっと詰めてお話をされていましたし、えー、日本版の年金基金みたいなものをどんどんあの、まあ、いろんなところに、ね、お金を使えるようにしていきましょうみたいな、それこそ GPIF であったりとか、もしくはそのまあ、あね、共済組合のお金をですね、もっと日本の株式市場とか不動産市場に ええどんどん投入できるようにしましょうみたいなことをその議論としてされていたので、まあそういった意味で言うと、もう20年近く持論として竹中さんもお持ちのことを今菅政権になったところでこうまあ披露されているのかなというふうに思うわけです。でさらにそのまあ菅義偉さん今総理大臣になられましたけれども、ええ総務副大臣だった頃にその竹中平蔵さんと非常にこう近しい関係になったので、ある意味その経済問題に関しては指定関係だぐらいの勢いで皆さんお話をされてますけれども、ええもちろんそのかなりね意見として 竹中さんの意見にこう、まあ、影響されている部分があるのかなと思いつつもです、ねまあ、少なくとも官房長官時代じゃあそこまでそのこう足しげくその、ね、竹中さんと会談というか、まあ、お話をされてですね どこまでやったかみたいな話になど、またちょっとそれは別の次元の話だと思うので。まあ、そういった点で言うと、その、まあ、総理大臣になったからには。あ、菅のミックス的なね、新たな打ち出しも含めて、どういうやり方があるだろうかみたいなところで、まあ、お話をされてるの過ぎないのかなと。いうふうに思います。で、あと、もう一人、あの、あの、経済系のそのね、菅政権の金マンで言うと、高鍋誠一さんという方がおられるわけですけれども。まあ、高鍋さんは。まあ、ある意味、その、まあ、オールドファッションとな、その、あの、金融マンとしてですね。まあ、あの、本当オールドガードです。まあ、古典派の人。 なのでまあ、そういった点でいうとその非常にあの重厚な形で、えー、まあ政策のまあ1から10までその足並みを揃えるきには何をしたらいいのかみたいなことはまあかなりお話をされているのかなと思うので、まあ、そういった点でいうとその菅のミクスと言われているのは非常にオーソドックスな方向にまとまるんじゃないかと個人的には思っています。で、あのー、まあその中でそのよくよ、あのー、世評的に新自由主義的な経済をその菅義偉さんは目指すんじゃないか。 なぜなら彼は叩き上げでその努力しなかった人には冷たいからだみたいなそういうような話があってまたさらに自助共助共助,、えー、助,助,助,助かのその中でその自助っていうのが一番最初に来るのは何事だみたいな批判があってですねそのこと言ったらまあ,あの,あの,あのケネディだって林ンだって似たこと言ってるじゃないかみたいな話がやっぱりなるんですけどもただそれはあのやっぱりこう彼自身のある意味何でもあこうあのかな政治信条に近いところがあるんだろうなという いうふうに思うわけですよ。やっぱ活力のある経済を作ったりとか。 あと、社会の発展を考えている時にやっぱり自分自らがその立ち上がって何かをしていくっていうことがまあ大事なんだよみたいなことをまあおっしゃるような方だというふうにも聞いているのでまあそういった点でいうとねまあ何も違和感はないというかなんでこの世の中騒いでるんだろうとかねそういうような気がしてしょうがないですけどねなのでまあちょっと当面の,その菅野のミックス関連はですねえまあこの後まあと9月から10月にかけて何か政治的に大きな動きがあればですねより大きく打ち出されるものだと思いますしまた逆にそのそういうことがないのであればあもうそれこそ年内かけて じっ,くりじっくりと、まあ、経済方針みたいなものを決めていくのかなというふうに思うので、そこはね、もうはっですよね、どうにかいい形で、まあ、話が進んでいくことを、まあ、期待しやま,やまないなというふうに私なんかは思ってます。はい、なのであの、まあ、結論で言いますと、やっぱり竹中平蔵さんの話ってのは、まああの、あんまベーシックインカムじゃないよね、あれっていうね、そういうことで、まあ、皆さんご承知を聞いただければ、そう間違いはないかなというふうに思います。はい、以上ですどううもありがとうございました